ヤマハ FZR750 はヤマハ発動機が設計製造した4ストローク 749cc のオートバイ。1985年に使用された競技専用モデルと1987年に発売された行動走行モデルの2系統がある。テック21カラー FZR750 鈴鹿8時間耐久レース仕様。 FZR750 は1985年の全日本ロードレース選手権 TTF1 クラス及び鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦するため開発されたヤマハ発の4ストロークファクトリーマシンである1985年に発売された市販スポーツモデルジェネシス FZ750 をベースに設計されたフレームは GP レーサーイザー500に始まる専用設計のアルミ製デルタボックスフレーム。水冷 DOHC5 バルブ並列4、気筒エンジンの最高出力は 95.6kW 以上。シリンダー前計角を FZ750 の45度から35度に変更して搭載し、ホイールベースの短縮を図った。それでもイザー五百よりもリメートルは長く、 開発初期には、テストライダーの上野慎一から、物干し座を振り回しているようと苦言を呈された。耐久レース仕様は、海外での24時間レース出場を見据えて2頭ヘッドライトを搭載。現地調達可能な自動車用 130mm、軽ライトを選んだが、ヘッドライトケースが角張った形状になり、水中メガネ、まな板とも呼ばれた。また、 アッパーカウル左右のエアインテークから引き込んだ空気をパイプを通してエアクリーナーへ送る FAI を採用。高速走行時にはラム圧で充填効率が上がり出力向上に貢献する。活動履歴ヤマハはにストローク主体のレース活動を行っていたが TTF1 マシンの排気量上限が 1000cc から 750cc になったのを機に 1984年に、XJ750E ベースの XJ750R を投入。鈴鹿八体は、上野慎一、川崎博之組が5位入賞した。翌1985年より、本格的なファクトリー活動に入り、ニューマシン FZR750 の開発を担当する上野の一大体制で全日本、ロードレース選手権 TTF1 クラスに参戦。 開幕戦鈴鹿ビッグに &4 で予選2位を獲得した。1985年の鈴鹿八体は上野、川崎組に加え全日本ロードレース選手権 500cc クラスを2連覇していたヤマハのエース平忠彦が世界 GP500cc クラスを3連覇し1983年にいっで、 第一戦を退いていた、キングケニーこと、ケニー・ロバーツとコンビを組んだ。タイラを CM キャラクターに起用した、資生堂の男性用化粧品、ブランド、テック21が、チームスポンサーとなり、タイラ、ロバーツ組の FZR750 は、イメージカラーである、薄紫色にペイントされた。ロバーツは、鈴鹿発走行ながら、予選で、 唯一2分19秒台を記録し、ボールポジションを獲得。決勝はロバーツが、ルマン式スタートのエンジン指導に手間取り、最高峰まで交代したが、ハイペースで2位までポジションを挽回し、ライダー交代後に平らがトップに浮上。その後も危なげない走りで2位に1分30秒差をつけ、独走体制を固めたが、チェッカーまで、 残り30分となった午後6時58分、エンジンのバルブ切損のため、白煙を吹きスローダウン。182周目、平が、コース上のゴールライン手前でマシンを止め、チームスタッフと話し合った後マシンをリリタイアした。その後、このマシンは、フランスのその音マハチームに託され、フレンチブルーのゴロワーズカラーに塗り替えられ、1ヶ月半後に、 ポールリカールサーキットで行われた、ボルドール24時間耐久ロードレースに出場。クリスチャンサロン、ジャック・コルヌー、ティエリー・エス・ピグミが走行した。この時も、予選ポールポジションからトップを改装したが、トラブルにより、レース中盤リタイアした。1986年の TTF-1 マシンは、イズフ750と解消された。 FZR750 レーサーレプリカ系のフラッグシップモデル FZR1000 と同時発売されたモデル。エンジンは FZ750 の転用であるが、車体その他は FZR1000 と共用である。当時の大型車、販売 750cc 規制のため、欧州仕様の FZR1000 を日本仕様に仕立て直した車種である。 FZR750R 当時の4、サイクルロードレース TTF1 用ワークスマシン、イズフ750とほぼ同じ車体構成で登場した、スーパーバイク世界選手権参戦用のホモロゲーション、車種。国内販売は500台限定。日本国外へは1992年まで、販売された。国内仕様と輸出仕様では最高出力が 77PS。 121PS の他に、フロントカウルのライト周りのデザイン、フェンダー、グラフィック等が異なる。オール FRP、カウル、オーリンズリアサスペンション、チタンコンロッド、エグザップを標準装備し、保安部品を外せば、すぐレース参戦できるポテンシャルを有していた。車体マッチングと市販車へ、初めて採用されたオーリンスサスペンションの最終テストは、ドイツ。 ニュルブルクリンクサーキットの旧コースで行われた。青01という名称は、車両開発時の試作故障である。ロードレース用オートバイ開発の車内故障と同じ、開発時の故障を用いた、最初の市販車ということで、青01とされた。国内販売価格は200万円で、高価格帯だったが、予約抽選で完売した。 抽選に外れた者にはヤマハからこの車両のスケルトンモデルのテレホンカードが配られた。ABC 北川成人ヤマハ OB 北さんの鈴鹿8対追走61985年仲間からも酷評された耐久レース仕様のヤマハ FZR750 オートスポートウェブハット ABC1985 年 FZR750 ヤマハ発動機 ヤマハ OB 北さんの鈴鹿8体追走61984年、小手調べの参戦のつもりが、トップライダーを投入する事態に、オートスポートウェブヤマハ OB 北さんの鈴鹿8体、追走61985年、初期には、物干し座を投票されたマシンが、ごぼう抜き、オートスポートウェブ。 レジェンダリーマシーンズ1985年 FZR750 から2012鈴鹿8体スペシャルサイトヤマハ発動機昭和55年写真生活 P981989 年 FZR750R ヤマハ発動機株式会社2020年8月5日閲覧1990イズフ750コーポレートインフォメーション ヤマハモーター CO、リミテッド、2015年9月26日閲覧。英語ヤマハ発動機部品情報検索、ヒストリックバイクスクーター、モデル名、FZR750R より、ありがとうございます。